次の日の夜、今日は突然現れた馬車に乗って、あ、ちょっと、あれ、喋ろう、こんなロバで大丈夫、ちょっとあれ、喋れないんだけど、あー、喋れた。あら、こんばんは。今からミルクマシュマロ届きに行くの。よかったら乗ってく？乗る。だってあなたが誘ってくれたんだもの。ちゃんちゃかん、ちゃんちゃか、ちゃかん。なんか、これこそ歓迎するわ。結構ね、重たい話を今から聞くことになるよ。あ、ブルーホースです。こんにちは。よろしくお願いします。本日もね、最後までしっぽりと、コーヒーやお茶やら何か、いろんなものを飲みながらですね、やられてますのでね、ゆっくりと見てってくださいよ。牛にいたずらされたり、ミルクミルク壊されて犯人は分からないけど、ってことはこれあれなのかな、死んでるっていう設定なのかな。あそこに出てくるハゲ男はもうなんかね、気にしてもあれね、お化けの仕業だっていうけど、でもね、まあ別のやつがいるからね、ねえ、街の人あの月になって言ってるの、前より大きくなってるね、大きくなってるというよりは近づいてきてるんですよ。そんなさ、たった3本のミルク瓶でなんとかなるもんなのかね。街に友達しかないアンジュって言うんだけどさ、アンジュ、あさって結婚式なんだよね。おめでとうございまーす。ご祝儀は30ルピーでもいいですかね。割れない数字。あ、でも、ゼロがあるから、みたいな。落っこちから、落っこちてほしいという闇が見えてくるロマニーさん。違うわ、クリミアさんか。クリミアさんがクリックリしてるって、ミヤなんだよね。そしてなぜか閉じられている道すがら。なぜそんなに遠回りをさせられているんでしょうか。てか、わざわざミルク瓶を割るためにこんな大掛かりなことをしているおっさん二人組、涙ぐましい能力でございますね。そして奴らを追い払うために矢を使えというなんとも激しい暴力的なクリームちゃん。もうあなたのその先っぽについている先端をピュンピュン飛ばしてあげたら、それでなんとか解決するんじゃなかろうか。ああ、そうです。近づいていけば近づいていくほど先っぽが硬くなっていくんですよね。ミルクロードが言われて、外で見え目のこの遠回り。でもこいつが別にミルクを売ってるわけでもないのにね。いい坊や、全力全速で後ろとか、あ、いいよ、相手のな、2台のミルク瓶よ。あ、はい、何度でもあなたの声が聞きたいんです。はい、お願いします。ありがとう。無事ここ抜けたらビッグ早いな、来るのが。うわぁ、わぁ、そしてこれね、あのね、矢がね、無限大なんだよね。で、こんだけ刺されたらね、こいつらね、多分ね、死ぬと思うんだよね。なのに、ですか、でも3日目確かあれだよね、こいつらいなくなってるっていう話だからね。で、瓶をね、パコパコされなければね、何の問題もないんだけど、とりあえず座長のお面さえ手に入れれば、こいつらね、攻撃はしてこないんですよ。でもね、第1回目のイベントの時に、ね、残念ながらこいつらね、と会う時に、座長のお面っていうのはね、ないっていう設定だからね。とりあえず最初はやらなきゃいけないっていう設定なんでね。で、こいつらの馬がね、あまりにもしょぼすぎて、ほら、僕が持ってるさ、エボラちゃんだったからさ、普通に、ここを通り抜けていくときに、草をさ、そうとかって切っていくけど、こいつらの馬はしょぼすぎるからさ、草の上を通っても全然ね、削ることができないって、削るってか、草をね、むしることができないって言ってね。で、みなぎってきたとかっていうの、全然みなぎってるどころかね、矢を刺されることによって、テンションマジぶち下がるわって、近づいてきた。なんか矢めっちゃくれる。しかも注目することができると思ったら、抜き切ることができたよね。あんなに近いところにいたのに、こいつら一体どうなっているんだろうね。さあ、そのまま抜けてて、カッパーパ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 ー。ありがとう。さあ、じゃあ、あなたのビッグなもので、ビッグなお礼をしてもらおうかしら。にっこり、じゃんちゃかちゃちゃちゃん、久々のミルク。これ、一発やった顔してんな。ビッグなやつが惜しかった。でもちょっとあれだね。ちょっと注目して。クリミアさんの中、目のクマひどいよね、これね。ちゃんぱかぴけぴん。いいことする。普通、大人とも大人になってから、その目は限られた大人の、大人の、私はあなたを大人と認めます。じゃあ、大人として、私のことを、一回抱きしめていただけませんか？ぎゅー、ぎゅー、牛だけに。ということで、早速手に入れることができましたので、間違えた。これを外して、会員ちゃんパカ、結構溜まってきたね。ということで、ほい、お邪魔します。会員でーす。あれ？あ、そっか、まだ店じまい。お店やってなかった、そういえば。すいません。今、準備中で、話し合ってくらいだったらって。お前、死んだ父ちゃん。お客様店へ寄るからだよ。え？ちょっと待って、これずっと被ってなきゃいけないの。シビアなお店ですね。そんなこと相手してらんないですから。お邪魔しました。10時か。あと2時間何しようかな。とりあえず、やろうと思ってることが、こっちですね。ちょっと毎回やらかしてて申し訳ないんですけど、パンパカパカパン。僕も欲しい。ちょ。あ、3、4、3、4、2、1、5。
Let five send me by, let five send me by, VVV, VVV、 こっちに行って何をするかというと、神ゲット、神ゲット。ということなので、ちょっと残っているですね、やつを全部やりに行こうかなと思って、あーはー、危ない、あーはー、こっち飛んでって、こんな雲を救ってるところ、よくあれだよね。このベイビーたちはいけるよね。ほんと、ほいしょ。いけるよね。ほいしょとパーンって。はじけ飛んだファイナルフィーバー。登って、登って、登って、登る。パッパパラパパ。さあ、もう何度見たことでしょうか。ねえ、もうあの、お尻ペンペン、もうケツだけ星人、チンコブタン。登って。おじいさん、僕とおしゃべりしようよ。どこ行った？おじいさん、おじいさん、腰が曲がりすぎての、わしは痛いんで、じゃあ冒険鏡望遠鏡を覗いてみれば、お尻をフリフリ、身フリフリ、合わせてヨロホロ、ヒッヒッヒッ、くる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 、お涙ちょうだい、このシーンを何度見たことか、ヒュー、あー、あー、オッケー、サンキュー、ベリベリマッチ。っていうことでございますんで、ぴょんと飛んでいたところで、やめて、何か見えたか、今どうじゃ、何か面白いもの発見できたか、あ、違う、どこ行く気、どこ行く気、そう、面白いものが発見できたんですよ。スタルキッドの、パックリと開いた、ケツ穴、あさあ、金のゴマだれ。で、元に戻るのがめんどくさいので、一旦飛びます。で、このままプープーピー、プープーピーって飛んでって、でね、わらしべ長者をちょっとやっていこうかなと思うんだけど、これわらしべ長者ってさ、わらしべ長者っていうか、なんかどんどんなんか変えていくってやつなんだけど、スノーヘッドのところに関しては、あれってさ、シンプルに渡すだけでいけるんだっけ、それとも春うららにしないといけないんだったんだっけ、ちょっとそのあたりが覚えてないんですよね。まあまあ、そのことも覚えてないから、とりあえず行くだけ行ってダメだったら、あははって笑ってみんなで爆笑してさ、爆笑ってやって、で、ちょっと待つピッピーってやっていこうぜ。ちょっと丸ピーって、これをね、初めからね、全部、解放してからやっておけばよかったかなっていう、一物のね、ちょっとね、後悔はしてるんだけど、まあまあ、そんな一物は立派に太くて硬くてたくましくて長いってやつがいいんだけど、それはまあいいやってことで、チャラチャチャー、いい、ありがとう、早いですね。で、土の研修ということで、カラカラなってるということで、はい、おじさんどこに行くの、僕も連れてってケロって回している、くる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 、これでもこの後は確かデクの葉っぱになっていかない、デクの葉っぱ、デクのデク、これ何ナッツだっけ、なんとかナッツだよね、なにならないといけなかったんだっけな。まあ、とりあえず言うと、いろいろなところで、サブクエッションをやりな、サブクエをやりながら、まあ、メインストーリーも進めていこうかなと思うんだけど、今回はメインストーリーは、まあ、前回パートちょっと井戸の底やったから、土田舎に関しては、次回やろうかなと思ってますんで、ちょっとまあ、今回は、僕の、キレッキレの無駄なトークをですね、ぜひ聞いていただきながら進めていただくのがいいのではないですか、塩梅ではないですか、雨やられというところでございますんで、少々お待ちくださいね。もうでもね、雨やられとかさ、なんか少々お待ちくださいとか、もうなんか、さ、うんちょこちょこちょこピーとかさ、ハートキャッチプリケットとか、全部言ってんの。もう、すべてのパートにおいて言ってんの。もうみんな分かってるし、飽きてるし、そろそろなんか別の言葉が吐きつよ、この汚ねえ顔しやがって、ニキビ面やろうって言うけど、誰がニキビ面だ、ニキビを潰したような顔はしてるけどな。よし、おいおい。本当はお城の中でし、ここで商売してるピー、お客さん魔法の豆、いらないです。いらないっす。なんだ、残念。また、これいる？あれこれ、ここ、毎度この辺の羊になってね、魔法のふるふる、ふと肌開けたい。でもよそ、あい。はいはい、筋を通すんだったら、この権利書を差し上げましょう。あ、それ欲しい、ピー、金のごまだれ。町に行くピー、町に行ったって、変なおじさんが、カッって言ってるだけだね。タンを吐きそうな声をしてね、カッ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 って言ってるだけだからさ、もうなんかもう、いつのことね、コキコートにでもなればいいんじゃないかなとかって思ったりもするんですけど。ということで、ほい。ということで、そのまま行きましょう。ぷぷぷぷぷ。はい、そのまま飛んで、ぴょん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 。冷静になって、違う、グレートベイじゃなくって、山里に行きましょう。南海キャンディーズ！もう何回俺の音がやったところも出してるんだけどね、りょうただっちゅうのってね、りょうたといえばキーセといえばかいなん、かいなん会場だ。かきっとかいなってからね、まあ、ほんとにね、ね、作品はね、僕に、個人的にはね、ちょっと問題のある作品だと思ってますよ。まあみんなが思ってることかもしんないけどさ。だって、結構なシチュエーションで、あれパクってるからね、スラムダンク。うん。
しかもさ、ルール分かってないですよ、藤巻さん。あのね、タイムアウトは時間が止まらないと取れないのよって言ってさ、点数入ってんのにタイムアウト取れないっていう謎の設定にしてるからな。あれ？二日目はなんか別の場所で凍ってんの、こいつ。へぇー、バカだね。移動してはカッチカチになってるって、そういうことなのかな？ルイーン、で、もう、ボム袋持ってるっぴから、あーお、あーお、お尻プリーン、帰れ、帰れ、ほんで、ここ外して、筋を取る、なんか今飛んでる時に、アンドゥトロワのトロワーの瞬間で飛んでたような感じがしたよね。気になる方は、ぜひですね、ちょっと前に戻して、マジピーこのところで、わし、ゴロン、草木、でも沼地、でもこんなところから沼地に行きたいって言ってもね、すごいね、ここから沼地に行きたいって、よくこんな謎のこう、わらしべ長者がこう、ボン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 続いていくよね。ということで、さあ、そのままやっていきましょう。でね、海というね、素晴らしい土地にいるにもかかわらず、俺、雪山に行って固まって氷になりたいんだよねって言ってる変態野郎のところに次、どん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 やっていきましょうか。はい。プル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 回って、行って、さよならさよなら、ベイビー。自分に癒しの歌を奏でて魂を浄化させた方がいいんじゃないかってなんか思い始めてきたよね。ということで、ゾーロの岬に飛んで、岬になって飛んでいきましょう。そういえば昔なんか岬ちゃんと女の子いたな、同じピアノ教室の中に。すごい顔が丸っこいってメガネかけてね。うん。ちょっとおとなしめの女の子だったんだよね。で、なんかさ、同じ小学校に、ちょっとイケイケな感じの女の子が二人いて、まあ、その、美咲ちゃんを入れて三人だったんだけど、なんかその二人がイケイケすぎて、逆にそのなんか、ドン引きするわ、みたいな、そんな感じだったかもしれないですよね。ていうか、ここは確か、あれだよね、こいつになってないと、あおーね、で、変態野郎がね、はぁ、俺も、ルルのミルクが飲みたいっつって部屋をずっと覗き込んでいるバカ変態がいるから、そいつのお乳をね、吸ってやろうじゃないか。もうお乳というよりはおちんちんの、あうるさいな、今忙しい。あーしまった。いや、僕ルルの様子が、でもルルがいないのになんでこんなところにずっといるんだろうね。あ、そういうことか。どういうことだろうね。ということで、飛びたいんだけど、あー、お客さん、マイタッピー、わしはゾーラ専門、ゾーラ、あんたこの部屋の人はわし、塩かずそれに全部散らかって、まあそんなことどうでもいいって、何緑の釣り売るっぴ、いらないっぴ。残念、欲しくなったら、じゃあ、ほぉ、なぜか急に小さくなったんです。ゾーラ専門で悪い、これだけで。あ、そういうこと。じゃあ次多分ゴロンにならなきゃいけないんだね。ゴロン、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 マリアーってことで、ほい。まあ、でも山の人っぴ、ゾーラ、ほんとはもっと空気が、あ、なるほどね、空気が涼しくてうまいっていうことね。だからこんな塩辛いところでやってられっか、ボケーみたいな、そういう状態なのに。山の土地やった、心の土地いるぜ、チャラチャチャ、山の権利ゲッツッツー。ということで、さあ、くる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 、回って回って回って回る。え？あー、そのところに穴が開いてるのに。え？じゃあ、ルルさ、雨が降ってきたらどうするつもり？よくこんなやつとさ、同棲することを許したよね、あいつも。ねえ、あんな、タコ中みたいな。あ、タコだからむしろなんか仲間意識、魚類ということで。ね、ことで、チャラチャチャ、三つ目かな。金のゴマと一個って、ってことは、ここでゾーラになって、ちょっと待って、よいしょ。で、こいつを外して、で、これで、で、またさらに飛んでいきましょう。で、最後に谷の権利書をもらいましょう。谷の権利をもらって泳ぐ。どこに行こうか。行かーな、行かーな。プル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 パーン。まあ、こうやって夜中にベラ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 騒いでる間にもですね、私には仕事というものがたくさん溜まってきてですね、YouTube の編集もそうだし、YouTube の編集だけじゃなくって、こっちに行って、ぐるっと、はぁはいはいどらいことになった。ああ、大丈夫かな今、完全に首折れ案件で、はい首折れ案件だったけど、首は折れてない。大丈夫元気ちょ、何してんのすごいところ見てるな。こいつにしといて。あ、で、そっか、2日目の夜だから、12時にならないと確か、次にやろうと思ってることができないはずなので、その隙に、2日目の墓を暴きに行きましょうか。せっかくこっちまで来たからね。ということで、こっちに来て、なんか変なやつはパカ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 走ってなかったっけ？走ってないね。よー元気か？あんな人っぴー、わしが青い薬売ってる。あ、
あなたは悪口言ってるんですか、わかるかい、ということでさあ海に行って潮風に揉まれてそのまま枯れてってください、枯れ果ててください。ドリー、あ、違う、やっちまったな、俺がやりたかったことじゃなかった。200ルピーもらえるんだ、へえ。違うんだよな、そしてなんかなくなってるし、テンション下がるわ。何がやりたかったかっていうと、最後にここの権利書をもらうことで、てかまあここの権利書をもらったところで仕方がないのか、そうだよな、そりゃそうだよな。で、権利書をもらうことによってですね、ほら、トイレでさ、紙がなくて困ってるからさ、そのまま手についちゃったから食べちゃおうっていうさ、変なさ、お手手だけのやつがいるじゃないですか。あいつに会うことで、ちょっともう一回飛ぼう。そう、あいつにね、紙を渡して、で、ついでに、助けたことにしようかなと思って。確かあれ、ハートのかけらかなんかくれるんじゃなかったっけかな。しまった、そうか、最後200ルッピーか。マジでいらんわ。200、うん、そう、マジでいらんわ。今はいらない。やっちまったなー。ま、もらったもんは仕方なくないよ。ということで、飛びます、とう、うわー、臆病者め、私が近づいたからって消え去る、痛い、ありがとうございます、ということなので、2日目のですね、隊長の命令をちょっとしっかりと指示与えに行きましょうか。ここでもなんか出てくるんじゃなかったっけ、なんかゴリラが。でも、あ、これ夜だから出てこないのか。昼間だったらなんか下からね、ゴロンがいっぱい入ってきてね、大爆発、大爆発つって、なんかボコ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 やってたような、そんな気を感がするんでね。ということで飛んでいきましょう。ぴょーん、くるっと。あれ、ヒヒーってなんか言ってるけど、なんかいたっけ、あ、そういえばいたな。なんか、そういえば、ポトナがいたはずだよね。ということで、やべーやべー、痛い、呪われたー。ノロ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 。ノロノロされちゃってるよ。ということで、はい、襲われる前に隊長に変身しましょう。私がスタル聞いた隊長ださ。お前たちよ、墓を暴くがいいわ。剣が抜けない。隊長でーす、けれー、隊長ども、はい、隊長ども。何人ね。じゃあ、墓の神社、まあ、まあ、じゃあ作戦続行しません。作戦は常に覆るものでーす、ダメですー。藤竹 VS 財政なんでやれん、ちょっと待って、ちょこいつ、ちょっと待って、コマンダが呪われている、暴けですか、はい、暴きましょう。で、暴けって言ってさ、普通に叩いてさ、ボコボコになるっていうさ、なんか骨に殴られて壊れる程度のさ、お墓ってどんだけ脆いのよっていう話だよね。ということで、お乳入っていきましょう。さよなら、降りる。こちなみにさ、ここでダララーン、ピキピープープクププポポーンって、あれ、ちょっと待って、2日目ってこれで終わり、ちょっと待ってね。めっちゃ怖いな。こ、てか、超出っ歯。出っ歯がプププププププ、愛、呪いは回復。でも終わり？ああ、いけた。おうおう、ええ、お邪魔します。ここはどこだ？ええ、何かがいるな。何かがいるんだけど、何かがわからないから、とりあえずこいつを見るか。ああ、そういうこと。なんか久々に誠のメガネを使う場所が出てきたね。スノーヘッド以来だもんね。あ、ちょっと、下手くそ。もうどっかでパッサパッサやってんだけど。うわ、あ、いたいた。別にパッサする必要もないでしょ。おーし、飛べないんかい、危な。ダメージを食らったおかげでなんとかなったね。で、やっぱそうだよね。なんか、パッキンっていうような顔してたわ。どんな顔だよ。どんな顔が好き？ピンク！魔人ブーかよ。いってー間違えた。ああ、そうか。これを被ってる瞬間はあれか。剣が触れなくて爆発するんだった。爆発青春、岡本チャロン！あれ？全然回復しない。スケスケやん。ああ、復活。デイン！ペケペケポコポコン！で、ちょっとか、危ないので外して、どうするんだったっけ？ああ、そうだそうだ。
で、またなんか置いてけ、置いてけをなくて結構でございます。チャラチャ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 、どっちの方が耐久力が上か勝負だ。肉弾戦の始まりです。さあ、おら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 、お前もウエストバーディーがなかなかセンスがいいでございますね。おりゃー、俺の勝ち。飛ばされようが肉弾戦だったら負けねえかな、タコライスこの野郎。沖縄駐在ハッキマヒュア。で、お前は何をくれるんだい、バカバカバゲバゲン。さあ、およこしおよこし、ハートをよこせ。チャラチャチャー、オッケー。で、なぜか爆弾をくれた。ん？これちなみに、なんか、ない。これあれ？全部アイアンナックにやられた亡骸たち？情けな。もっと頑張れ。ああ、そっか、奥行きがあれか。そうだよ、朝日が昇る。はい、バイバイ。超朝日が昇る。ラララララ。もしかして復活してる？うわ、クソめんどくせえ。ちょっとこういう時はちょっとゆっくりめに行った方がいいよね。飛んでくるー、矢をゲットして、おい、オッケー。さてさて、12時ですね。じゃあまだ12時になって、あ、10時になったってことは、あそこに戻ると会員になればバーでひとしきり飲むことができるだろうけど、ちょっと僕ね、あーたたたたのミルキーウェイ、ミルキーウェイはどうしてできる、こうか。飛んで行くよ、さよなら、バイ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 3日目になると、カーフェの面をかぶって、なんか裏に行けるんだったっけ？もうすごいよねー。なんだ？カニの方、どうぞ入ります。自分の息子を探すためにさ、ね。あ、これは、これはあの作品ができるのではないか。ちょっと待ってね。店主といっぱい、今夜いいミルクが入ったら最後の月にロマニーはいかがですか？いっぱいやる。何になさいますか？ああ、そういうことか。決まりましたら声をおかけください。めちゃくちゃ態度いいな、こいつ。おい、お前、ミルクだぞ。ミルクなんだぞ。ミルクなんぞで酔えるか、ヘック。どういうことよ。ショーをやるって、ここはいいホール残念だった。君にサウンドチェックね、君、いいよ。いいっすよ。ちゃん、チャラちゃん。オーケー、真ん中のスポットライトの下へ。あ、でも足が急に消えたけど、大丈夫。パーパーパーやばい。目が、左目が、目が、息子状態になってる。バルスって言っちゃったかな、俺。オーケー、いい感じで。何がいい感じだ、わけのわかんねえ。平凡やつやりやがって、どうつきますこのタコライス野郎が。そこまで口は悪くないんだよな。で、NEXT。YO! ラッパーはどこだ？ OK! 左下のスポットライト OK! パー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 2回繰り返す。大事な音楽の2回繰り返してみましたみたいな、こんな感じに。 OK! We can do it! また同じこと言うんだ、シュルどうせ。何がいい感じでヘボ演奏しやがってって。はい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 。で、次は太鼓ですね。ゴリラ参上、帰れ、帰れ、どこに行ったらいいですか、私。ど真ん中ですね。オッケー。よいしょ。オッケー、違う違う。左、あ、ここなの。色が違うべ。ダンダンダダンジョン
だんだん音楽が完成してきたよね。でもそれに、この状態でね、気づくことができない座長は、所詮ね、座礁してるんですよ。そしてクジラは座頭なんですよ。ということで、OK、いい感じだ。で、また同じこと言うね。お前はボットか、同じことしか言えねえって。俺と一緒じゃん。ほんで、こいつで、最後やって、ポイ。で、喋りましょう。もちろん演奏手伝いますよ。ギターはなんかね、すげえなんかスペース取るよね。そして相変わらず足がなくなる。パー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 。パパパパン。パパパパン。オッケー。チャー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 。さすがに演奏の時はちょっと黙ってないといけないかなって。ボガパオ最高だ。おお、このメロディーはわしの思い出の曲、スタンダードナンバー、風の魚、旋回じゃない、で芸の世界に目を通したのも昔時のカーニバルでこの曲を聴いたから、芸をやってるやつが歌のシーンであるんじゃねえかってそう思ってたが、そうかい。あんたが聴いたのは初代ルルの母親だろう。今娘を歌ってるのか、そうかい。聴いてみてえな。あんた、やじて悪かった。欲しくないで、もうすぐカーニバルだ。わしの目を受け取って、本当に欲しくないなぁ。でもね、これを被るとなぜかずーっと泣くんだよね。これを手に入れたからって何ができるようになるんだったっけ？あいつらが攻撃してこねえくらいの勢いだったと思うんだけど、他何ができたっけな？あんまり覚えてないんだよね。ということなので、じゃあこれ被って、お邪魔し、あー、まあいいか。お邪魔しました。また会う日までは大崎清彦。もうこればっかり言ってる。ほんでですね。マニアはなんかあったっけ、この時間帯は。マニア、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 12時からしか開かへん、マニア、マリア、マリア、マリア、うっ、あれ？ああ。マイドッピー。あ、気にしてくれた。はい、はい、はい。いらないっす。もう、たくさんもらったので。商売上がってんだろ、こんなところでお豆植えるってさ。ねえ、もういろいろと発展して、これはなんだっけ？これ。チェック。マニア。あ、マニア入れんのかーい。で、何言ってんの？マニア。すんまへん、覆面お断りしてまんねん。どこが覆面やねん、これ。よく見てみや、後ろでアイアンなく帰ってる。ボディーガードかなんとか？いや、ええわ。やめるやめる。おおきにまた寄ったってや。ちゃんちゃか、あれ？初めて会ったんだっけ？そうか。はじめまして。特に今日やろうかなって思ってたことはないので、一旦じゃあ、全部預けましょう。預けちゃいましょう。1745ルピー。なんかしれっと溜まってってるよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちゃー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 、金持ちですからね。西だと、あ、そっか。あれやるわ。あれやって終わりにしましょうかね。ちょっと待ってね。ゾーラの岬から行こうがいいのかな。あ、結局あれだわ。グレートベイの地図買ってないわ。まあ、いっか。オーケーですー。チュル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 チュン。いこ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 い。まあでもこいつをね、もう今からぶちのめす必要もないから、覆面を断りしたったので、よいしょー。飛びます。ああ、やっぱり、シャトーロマーニー飲んでけばよかったかな。こいつらと会うのにね、なんか夜中じゃない。え、なんかすごい上か、痛い。何かの影がなんかうごめいてたと思ったら、骨骨パニックやった。魚とかに。これなんだ？どうで？イカ？わお。上。痛い。なんかいっぱいいる。よし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 。水面下。よし。よいしょー。湘南の風は水蓮か。オーケー。うちゃりで頑張り。全然知らないんだよね。歌詞を知らないんだよ。この間なんか、若手メンバーで飲みに行った時に、俺だけ水蓮下が泳げなかった。ちょちょちょ、登ろう。で、これあれ
あ、無理、登れます。この流れに勢い余って逆らいきれずにさよなら、登って死んぜよ。ほいほい。で、なんかあったよね。滝の上渓流ある。ほい、なんだけど、その前に、ぐる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 。はい、さよなら、潜ると、金のゴマ、誰、金も稼いでる。あ、そっか、お金がないとあれか、そもそも。じゃあ、浮きましょう。あ、浮いてる間、残念。あ、ちょ、浮いてる間、あれなんだね。今、なんか、攻撃食らったら、あれって、普通に。ふい、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 ふい。で、どこ、そっち行ったら、ダメ。で、どっかに、あれだよね。あるはずだから、ちょっと待ってね。ならなきゃいけないのは分かってるんだけど、ちょっと万が一お金が足りなくなった時のことを心配して、ほい、お前が出てくるのか。違う。しかもお前が食らってんのかよ。ほい、あれ、よいしょ、うおーん。ギブドやリーレットよりも怖い声がしてるな。あー、35ルピーか、微妙な額だな。まあ。多分30ルピーあれやなんとかなるでしょう。で、どこにぶっ刺すんだったっけ？渓流の上。あれか。あれ刺せる？あ、もっと手前から登んなきゃいけないのか。そういうことね。そういうことだろう、パフ。よいしょ。あ、ちょっと、もうちょっと近づいた方がいい？よいしょ。いけない、濡れたまんまで行っちゃって。あれ、ちょっと濡れてないからいけないのかな。やっぱりあの、カピカピの状態だと痛くてたまらないってか。あ、いけた。行っちゃった。先っぽ刺さった。奥までズボッと行きましょう！もうズボズボー。で、ズボッと入ったら、いい、オッケー。あれ、ちょっと待って。あー、そうだよ。あ、たどり着くまで勝つ。まあ、なんか割とすぐ来ることはできたんだけど、結構めんどくさいんだね、ここまでたどり着くのって。まあ、いいんだけどさ。よし。滝神の渓流。そして、なぜかモーターが回っている。変なビーバー。で、ビーバー。ビーバ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 ービーバー、僕と踊ろうよー。ちゅるちゅる、目まで回ってんの、モーター。変なやつ。しかもわざわざそこ、めんどくさいね。まあ、行こうよ。お兄さん、こちら目がいってる。こいつ絶対 MDMA やってんじゃん。またお前か、その緑の服着たって騙されないから、お前、空き瓶欲しいんだろ、これなやつだな、って言いをあげても、ただし。かんなかん、雪は2分以内に全部くぐれたらな、どうや。それやるよ。20個案内するからついてきな。緑の服着たってことは、あれ、ミカウ生きてた時これやってたってことなのかな。ミカウはこれできなかったと。で、中身は、ちょっと待って。中身がリンクになってもダメかもしれない。OK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 。2分以内っつったよな。なんかすげえ、むずいんだけど。てらちゃちゃん。ね。だから、ミカオ自体は、これができなかったってことでしょ？で、中身がさ、魚人からに、せ、さ、人間になってる、さ、これがクリアできるとなればさ、逆に何してんのってなるよね。あ、なんか追いつけた。チャーチャーチャラチャチャーチャラチャチャチャ。あれ、こいつ追い抜ける、もしかして。あ、違うな。俺に合わせてゆっくり動いてくれてたんだ。いやー、そっちに惚れちゃう。俺にその前歯抜いてあげるよ。おっしゃ、行こうか。くっそ、サイコパスの発言じゃないか。ビーバーから前歯抜いたら、あ、前歯抜いたら何になるんだっていう話だよな。バーだよ、バー。ただのお酒を売れるような場所だよね。で、こっちに行ってくださーい、じゃあ。曲がれ曲がれ曲がれ、バパパ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 パ
すごいなー。でもこういうのが滝上にあるってことでしょ。滝上ウエストだよね。滝上先生ならこの音止まれて出てくるけどね。超天才の人、天才なのに普通の教師になったっていうね。うん。でもさ、逆に才に恵まれすぎるとさ、やっぱり人間って競争相手とかがいないと人生つまんなかったりするからさ、そういう意味ではやっぱりね、そこで争わないような場所で生きていくっても大事なのが、あ、パーフェクト、まずい。お兄さん呼んだか、弟。呼んでない。あ、呼んでたの。何？空き瓶を？うん、空き瓶を。これの俺たちにとって、え？空き瓶ってお宝なんだ。いいよ。25個ね。はい。でもこれあれなんだね。お金かからずにできるっていうところが良心的だよね。ただ一個気になるのがさ、すげえ気になるのがさ、わ、早いわ、兄さん。しかもさ、浮き輪というハンデを背負っているのにそのスピードでしょ？すごいな、兄さん。さすがお兄さんですね。弟とは比にならないスピードだ。マジで速くない？まあ、浮き輪をくぐったらいいってビーバーレースって言ってるけど、結局浮き輪をくぐればそれでいいっていう話だからね。別に追い抜かさなきゃいけないとかそういう話じゃないんですよね。でもよくよく考えたらすごいよな。だってさ、ゾーラ族って結局さ、魚人でしょ？ね、魚人族じゃん。人間の10倍の腕力を持って、魚人空手なんとか弾みたいなさ、ね、黒帯とかなんとかとかってさ、ね、サメガワラ聖剣、ゾーラだったらどんなのがあるんだろうな。ブーメラン アパッチっつって。カタカナでいいのかな。で、最後ピコンって倒れるっていうね。で、こっち行って、で、ふい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 、あ、行き過ぎ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 。できすぎは新作。それは高すぎです。で、こっち潜って行って、よし、で、水面下ギリギリで水蓮下って濡れたまんまで行っちゃいましょう。オッケー。行って行って、あと4つはどこだ？あと4つ。これ、なんかピュッて飛んでさ、その輪っかを、空中でくぐらなきゃいけないみたいな高難易度があるわけじゃないから、それはそれで、良心的だよね。お月様が今日も大きいんだな。おにぎりは美味しいんだな。はい、空き瓶よこせ。うん、弟やろうと MDMA とね、お腹どうなってんのマジで。しょうがないよ弟。だらしがないよ兄さん。おめえがやられるからよくねえんだろうが。お見それしました。これ空き瓶だけなのかな。あ、いる。あ、ちゅちゅ登れないし。登れないよ兄さん。ダサいな弟よ。え、また来たよ弟。また来たね兄さん。でも空き瓶ないのにな弟。ないのにね兄さん。それでも勝負するって言うならやってもいいけど、どうする。いや、やんないっす。お帰りはあちら。はい、帰りまーす。ということで、今回はですね、まあ、サブクエを中心にやらせていただきましたが、以上とさせていただきたいと思います。ではまた次回パートでお会いできたら幸いです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。